なこれはちょっとやりすぎだと思う。いいじゃん、自業自得だって。マイクのこと好きになっちゃったってだけでしょ。でもマイクにちょっかいかけてんじゃん。これはエミリーのためなの。マイクが学級委員長だからってみんなでシェアできると思ったら大間違い。彼は私のもの。おい、エミリー、俺は誰のものでもない。もうそんなこと言っちゃって。ねえ、今の見た？パパは誰もいないって言ってたけど。ジョジュ？ジョッシュまた飲みすぎて潰れちゃったってわけ、うん、もう半なったら今度は何に巻き込まれたっていうわけ？メモを見たの。来てくれたんだね。とりあえず始めてみようぜ。それでどうなるか様子を見るんだ。いいじゃん、クリエイティブだな。見てあれ、シャツ脱ぎ始めた。どういうこと？マット、ここで何してるの？ああ、ハンナ、ごめん、ハンナ、ね、やめて。俺もついつい。これはバカないたずらなの。そのすっげえ、あんたたち本当に最低。ハンナ、みんな、外に誰かいるの？ハンナ！どうしたの？ハンナはどこに？なんでもない、真面目なんだから。ふざけただけよ、ハンナ！何したのよ？ちょっとからかっただけさ、ジョークだよ。最低！ハンナ！ハンナ！で、追っかけた方がいい？今一番会いたくない相手が追いかけてどうするのよ。あ、もう。Yeah.
ちょっとアンナ、どこ行ったの？始める前に君がちゃんと理解しているかどうか確かめたいことがあるんだ。去年起きたことは変えられない。過去は塗り替えられないんだよ。君はこの事実を受け入れなければならない。だが君は自由になれる。君の行動とこれからの決断が未来への扉を開くんだ。ゲームを実行するにあたってそのことを忘れないでいてほしい。君の選択が君と君の周りの運命を左右するんだよ。で、このゲームを実行することにしたんだね。大きな進歩だよ。私もぜひ成功させたい。時には不安な気持ちになることもあるだろうが、大丈夫。どんなにひどいことが起ころうと私に任せてもらえればきっと切り抜けることができるはずだ。ん？よし、まずは簡単なテストから始めよう。カードを手に取って、裏側にある絵をよく見て何を感じるか教えてほしい。
あ、それといいかね、結果を有意義なものにするためにも正直に答えるんだよ。で、さっきの絵を見てどう感じたかね、正直に答えて。あ、いいね。一番喜びを感じたのは何かな？太陽か。なるほど。君にとって暗闇を表す言葉は何かね？恐怖。そうか。それは面白い。私の母国のスウェーデンの北方では夜が18時間も続くんだ。ではどうして暗闇を恐れているのかな？ああ、いや、違うよ。みんなじゃない。だが至って自然なことなんだ。暗闇は実際目に見えないもので、だからこそ謎だらけだ。わからないことへの恐れが恐怖心を倍増させるんだろう。ああ、おや、どうやら今日はここまでのようだ。だがすぐに会える。それまでできるだけ暗いところには行かないように。アニー・クライン保安官にお越しいただいています。よろしくお願いします。不明とされているハンナとベス・ワシントンについて何か進展はありましたか？二人は1年前の猛吹雪の夜、ロッジを飛び出したまま行方が分からなくなっています。犯罪の否定はできません。容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。彼とワシントン家は因縁が深いよ。先祖の聖地であるブラックウッドで進められるロッジの建設計画に反対していました。山にある療養所の廃墟についてはどうですか？そこに潜んでいるのでは。部下が敷地内を捜索しました。姉妹があそこまでたどり着けたとは。あの山では悲しい事件が起こりすぎている。想像以上にね。今日はありがとうございます。ハンナとベス・ワシントンの来ましたが、ご家族のロバート、メリンダ、そしてジョッシュとともにいち早い解決を願っています。いやいや、みんな元気か？ダメだ、やり直した。よし、やろう。いや、みんな元気かい？
みんなでまた集まることができてマジで嬉しいよ。まず最初にみんなに言いたいのは、冬のバカンスインブラックウッドを今年も開くことができて俺の興奮度はマックスだってこと。で、きっとみんなも気になってるだろうから、あえてこのことは先に言っとくけど、その俺のことを心配しているんだろうし、それに去年のことであそこに戻るのをためらう気持ちも十分分かってるさ。でも分かってほしいんだ。そのつまりあそこに行くことが大事ってことをね。それにハンナもベスも俺たちがまだ仲間でいて二人のことを忘れていないのを喜ぶと思うし、俺はみんなとただ楽しい休暇を過ごしたいと思っているし、それに一生忘れない思い出を分かち合いたいんだ。その妹たちのためにも。それにほら OK、 じゃあみんなで思う存分ハメ外して、それで一生忘れられない旅にしちゃおうぜ。いいな。よし